今日は誰とやるんですか。はい、皆さんこんにちは。私の名前は、静香ちゃんと言います。ゆうやです。あ、のび太さん、西日が眩しいわ。のび太さん、別にそんなごまかさなくていいんですよ。どうでした。いや、静香ちゃん、もう見ない。ああ僕が誰や、笑うんじゃない、笑うんじゃない、笑ってたらみんなぶっ飛ばすぞ。はい、ってことで朝6時半朝6時半朝6時半とかけまして、朝6時半とか、はい、ってことでね。あれ、終わった終わった。え、かけた。ああ、朝6時半とかけまして、朝6時半とかけまして、のび太さんのお風呂上がりととか。その心は、その心はどちら、どちらも僕の力でねじ伏せる。マジで力あるぜ俺今の面白くない、面白くない。ああ、笑っとんよ。笑っちょ、笑ってあげたけど。笑ってあげた、笑ってあげたっつったね今。うん、じゃあもう一回やるから。優しい心。じゃあもう一回違うのやるから。絶対笑っちゃうで。いいよ。じゃあなんか持ってきて窓行って。じゃあ坊主とかけまして。はい。解くところは俺に決めさせる。あ、そこまで。え、そこ。え、普通そうでしょ。関係ないでしょ。関係あるでしょ。なんかガチでやるやつ。ガチでやるやつ。坊主とかけまして。ちょちょ待って、坊主、はい。バナナと解きます。その心は。はい、坊主とかけまして、バナナと解きます。その心は。どっちもつるっかりだよ。フロアが滑る滑る、まるで探偵棒。僕はみんなと探偵棒。あ、小太郎が笑いそう。そろそろ我慢の限界だブー。みんな明日も見てくれよな。笑った。意味がいいよ。笑い続けるまでやるよ俺は。もうすごい。でもレンが終わってないから、それリベンジしてくれ。次連続ね。はい、連続ね。じゃあ題いくよ。はい。山手線と、山手線と、山手線とかけまして、はい、待つと、待って、待って、今、ボブ詰めて、なんて言いました、ね、山手線とかけまして、はい、醤油ラーメンと解く、その心は、はい、山手線とかけまして、醤油ラーメンと解きます、その心は、僕は山手線だよ。まっすぐ進むこともできれば、急カーブにも臨機応変に対応してきた。さあ、みんな僕の目を見てくれ。キラキラ光ってる宇宙の彼方へ。レッツラーメン。とんこつラーメン、塩ラーメン。塩ラーメンよりとんこつラーメン、ニヤニヤしちゃう。鈴木くん。くっさ。ちょっと鈴木シンプルに笑うまでやる。見よう。これやってりゃ笑わないやついない。では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 、復帰戦ですね。復帰戦来ました。足の怪我はどうなりました。まあ微妙です。あ、臭いです。相当臭いんで。相当臭いんで。じゃあやっていきましょう。復帰戦来ます。はい、やってくれるお方は、はい、高校3年生で、ね、高校3年生で、西日が眩しいわ。一番うまいガードと呼ばれたあの小太郎、小太郎みたいな、ダックの小太郎です。あ、一番うまいんで、一番うまい、はい、ガードと今日は回していきたいと思います。じゃあ、で、9-0 で俺が勝ったらマジでポーズ、はい、いっちゃいましょう。五輪で、はい、だからちょっと今日は修法でいきます。はい、うっそー、9点で、あ、お願いします。9-0 だけはな、勝ってほしいからな。まあ、実況しておいて、ちなみに雄平は、この蛍光色の本日のご相手は、鈴木蓮に、1対1を30回ぐらいやって、1回も勝てなかったらしいです。鈴木蓮に勝ってなかったっていうね、異様な勝利してますから、逆にここで勝ったらもう、素晴らしいです。あー、はぜ。ゼロです。前回の動画、前回っていうか前の動画の新横の動画、多分カメラで良かったんですよ。このぐらいが多分ちょうどいいと思います。じゃあ、いいでしょう。あるな、9-0。
珍しく普段はね待ち合わせに遅れてダリーみたいな感じですけど、まあ、今日は、ね、やる気があるらしくちゃんと集合時間に来ましたし、結構勝つ気らしいです。ボコボコにしたいみたいな、まあ、こっち負けたらマジで坊主はなくなったね。なくなりました。この付近の床屋さん調べてました。成立学園、東京都でトップのチーム、関東でもトップの方なんだな。レベチュな選手、多分俺やったら普通に負けると思う。まだ怪我してた。まだ怪我してまあまあ苦戦してるんじゃないですか。まだ余裕はありそうですね。ゆうへいくんはちょっと下がって守る感じ見てます、ね、
なんぼ？角度変えてきました。自分でも驚いております。今の入る、ここでプレイヤーガード一番上手いやつ勝手くされてる。え、当てます。なんてなんて、あ、ちょっと、ありがとうございました。